ええ、入ってください。大したことはありません。音楽を愛しているからです。私には本当にそうなのか分かりませんから、どんなに音楽が好きでも心の底から音楽が好きだとは言えません。私には心がないから。だから心を知りたい。私が人の気持ちを理解して仲良くなることは、みんなと良い音楽を奏でるためにきっと必要なこと。最近は少しだけ上手にやれてる気がするの。特に鈴音ちゃんのレッスンは素晴らしいです。うん、鈴音ちゃんがこの学園で一番優しい人だと思ったから真っ先に鈴音ちゃんに相談しました。私も優しい心が欲しいから。